では第3回です。ここら辺は大丈夫だよという人が多いでしょうが、大切なところなので確認しておきます。例えば最後のこの問題なんかね、12ある3考えて読んで、それに0を足して400なんて出してもいいですが、それがやり方だけ覚えてそうしていないか、なぜそうなるのかちゃんと分かっているかということをここで確認していきましょう。まずこちら、60÷2、60÷3、60÷6。60ってのは10の塊が6個ってことです。お金で考えてもいいですよ。10円玉が6個。それを2人で分けるとどうなるか。2人で分けたら10円玉3個ずついくので30ですね。60÷2は30です。で、60÷3。これも60を3人で分ける。60を3人で分けるって考えればいいですね。そうすると、どうしようかな。2枚ずついくので、10円玉が2枚ずついくので20となります。10は1塊で考えるのが大切ですよ。で、60÷6。これも10円玉が6個あって、それを6人で分けたら1個ずついきますよね。なので、60÷6 は10です。で、4番、180÷3。これですね。この問題。これ、10の塊が10個あります。それを3人で分けたら6個ずつになりますね。かけるかな ?6 個ずつになりますね。1個、2、4、6、6個ずつ。で、6個ずつ、10が6個ずつなので、180÷3は60となります。で、5番、400÷2。100人ってものです。400ってのは100が4個あるってこと。それを2つに分けると2個ずつになります。100が2個ずつなので、200。で、1200÷3。100が12個あって、それを3等分するので、3人で分けるので、どう書こうかな。12個あるよね。この12個を 3人で分けると4枚ずつになるね。こんな感じでいいかな。100が4個ずつなので、1200÷3は400となります。では問題練習してみましょう。ここを消しますね。丸まっていけない。もうそんな簡単にやっちゃっていいですよ。1番、50÷5。で、2番が320÷4。ボードがずれちゃったな。で、3番で1600÷8。4番700÷7。で、もう1問、5番2400÷6。まあ大丈夫かな。じゃあもう答え合わせに行きます。50÷5、10が5個を5人で分けたので、10が1個ずつですね。10で、320÷4、まあ実際ここで考えちゃえばいいね。10が32個あって、それで4で割ると3、8で、10が8個なので80で、1600÷8、100が16個あります。16を8で割ると2、100が2個ずつなので200、700÷7、100が7個ですね。7人で分けたら100が1個ずつ、100で、2400÷6、100が24個、24を6で割ったら4、100が4個ずつなので400、このようになります。